こんにちは、牛尾です。牛尾 TV ビッグマーチ佐野店編3回目になりますね、9月11日の金曜日ということで、今日も京都でですね、おきどきを打ちにやってまいりました。決め打ちなんですけども、実は昨日一昨日非常に残念なことがありまして、とあるお店で収録実践だったんですけども、おきどきを打ってですね、おきどきとこの際パチンコも打ったんですね、ガロ。今年2回目かな、10万円負けましてですね、ちょっとなんとかせんといかんと。実はそこに至るまで今月ほぼ負けなしみたいな感じだったんですよね。なんですけども、大きな痛手を食らいましてですね、おかげさまで白かったもんが黒くなっちゃってるという感じなんですけども、昨日一日間を置きましてね、その置き時の彼はやっぱ置き時で返すべきなんじゃないかというところで、押しも押されるメイン機種というところで、やってやろうじゃないかという感じでございます。宇都宮店、ね、前回またいっぱい出ましたし、ぜひね、佐野店でも一発やっぱ大きいのですね、そろそろ引っ張っていきたいというのもありつつで、例によって舞台の方は盤石だという感じですんでね、台も取りましたんで、無事次戦の方行ってまいります。レンチャン5かっていう台なんですけども、朝はおそらく前立腺でしょうというね、予想のもとに打ち上げますんで、急げばね、これ引っかからなかったときに、もう1台、2台触れないこともないんじゃないかなっていう感じなんだよね。当たればもうそれでいいんだけど、当たんなかったときのこと考えると、本当はカニ歩きしたい。あんまりね、急ぎすぎても前回の宇都宮みたいなね、ああいうこともありますから、80ゲームでまでミスって戻ったら90ゲームで当たったみたいな、回すのが正解なのかって言ったらちょっと何とも言えないんだけど、今65、この1000円で判断しようか、出ないと売り切れます。
けども、朝ね、やっぱり立ち上がりのいい台というか、天国が近い状況にある台がまずいことね。という意味での鍵歩き、チャンスモードから始めたいと。で、早々に一山当てて、で、持ち込んで、ね、予想を伺うと。よしよしよし、まあ、これ大事だね。で、まあもう、切り切れるかな？まだちょっとあるか。さっきの台は80ゲームパスで共通台が1回落ちたというのは、ね、覚えとこう。そろそろ引っかかってもいいんじゃないかと思うんですけども、4台目、設定変更なら大体3回に1回ぐらい、ね、早いのが期待できるということなんですけども、逆に設定変更しても7割方は通常 A だよっていうね、そうですね、こんな簡単にポポポポン当たるかって言われるとなんことはないんだよね。まあ、これで一応4台触ることになりますんで、うん、まあそれだけ朝触れればもう朝の、するべきことをしたんじゃないかと、で、当たりは儲けもんだからね。ちょっとできすぎだったっていうのはありますよ、朝に関して言ったら。今のところだから佐野店で朝、ね、引っかからなかったことがなかったからね、これはまあこういう日もあるだろうと思
思ってはいたんですけども、朝一はそう目玉を取りに行く時間なんですよ。でそこが過ぎたらもうあとはもうだからねえ、気をセットをでリセット狙いが9月に終わったと。そうなったらもうあとはね設定を伺い始めますんで、右隣がね一応さっきちょっと回してる感じ、共通ベルが一応1回落ちたんでね、これは微妙だけどどうですか？どうですか？なんとも言えないところだけど、まあギリ、うん、まあ当たったっていう、うん、実を持ってしてどうなんだろうね。これはね。あ、持ってます。今日もスタッフを押してもらいました。